決勝戦が行われるエスタディオ・アルガルベ・アルガルベカップは毎年2月もしくは3月にポルトガル南部のアルガルベ地方で開催されるナショナルチームによる女子サッカーの国際大会であるポルトガルサッカー連盟が主催しており正式名称は FPF ・アルガルベカップアルガルベカップとも表記される FIFA や UEFA が主催してないが FIFA 女子ワールドカップ オリンピックに次ぐ権威を持つとされる大会で、ワールドカップやオリンピックが開催される年は、競合国が集う前哨戦として位置づけられることも、ある。なお、ワールドカップやオリンピックとは異なり、本大会に出場するための予選は行われない、招待トーナメント大会である。1994年に6カ国が参加して、初開催され、 翌1995年から2001年までは8カ国、2002年以降は12カ国が参加する。2016年から同時期にシービリー・ブスカップがアメリカ合衆国で開催されるようになったため、アメリカ合衆国、ドイツ、フランス、イングランドは参加していない。日本は2011年大会に初出場し3位、2012年大会と2014年大会で、 準優勝という成績を残している。グループリーグはラウンドロビン方式にて行われ、競合が揃う AB 組とそれより劣るとされる C 組の3グループに分かれて、総当たりのリーグ戦を行う。その後、グループリーグの結果に応じた順位決定戦にもあるが、振り分けは以下の通り。大会フォーマットが一部変更され、3つのグループリーグ、すべてに、 競合チームを入れられることとなった。そのため、順位決定戦も勝ち点に応じたものに変更された。ありがとうございます。